移籍誰かしますよって発表が、匂わせがあったんだけれども そうなんですよ。ね、だからすごい、何も私言ってないのにすごいなと思ってだからすごい嬉しかった。ありがとうございました。今日ホリエの S に来てくださってたファンの方、ありがとう。多分みんなはまずはじめになんで、多分さ、私もちょいちょいこうショールームやってた時になんかちょいちょいなんかそのさコメントがちょいちょい流れてた時があったから、の移籍するんですかってせっかく聞いてくれてたんだけど、今日サプライズで発表っていう形だったから、ちょっとそれに関しては私から何も答えてあげることができなかったんだけど、そうすごいなって思いながらそのコメントを見てたんだけれど、今日晴れて言えることになったので、でもちょっと思ってた、私もみんな多分ふわって分かってるんだろうなってそうかなと思ってたんだけど、多分きっとあれだよね、小さな国ちゃんね、あれは本当に本当にタイミングが なんて言えばいいんだろう、私本当にプライベートでもスモールワールズ行ってたのね。そうだからこれが決まってとか全然そのねお話があるなんて言うんだろう、それとは全く関係なく小さな国は最初になんだろう、多分ね他のリプロのにもう所属されてる先輩たちがいる中に私が多分ね入ったというか、そこに私が MC やるから多分おってみんな思ったのかもしれないけど、そこはねまだ全然関係ない時だったから、そうすごいびっくりした、私もそういうもしかして岡部さんみたいな感じに、そうあれは全然違かったんだけど、そうあれはすごいタイミングがいい感じに重なっていつからまあ今日発表っていう形で、まあ、今月から私は所属させてもらってるんだけど、そうなんです。そうなんですよ、関係なかったのってでも偶然だった、本当に偶然だった、あれは。でも個人的にはそのもっといろんなことができるようになりたいというか、いろいろ挑戦するためにこう事務所をなんか移籍とかその話を進められたらなと思ってたのは、結構もう2年前ぐらいからずっとそういうのをなんか相談とかしてたりして、まあ、今回どういう経緯でっていうのはそんな言えることはないんだけど、まあでもどっちかっていうと逆に不安になってる今まではこのみんなが優しく温かく見守ってくれる中で AKB の中でこう温かい空気の中でやれてたから、それがもっと厳しい目を見られるようにこれからもっと外のねお仕事行ったり世界に行ったらどんどん厳しい、いろんな全く AKB のことわからないっていう人の目に触れる機会がどんどん大きく、なんだろう、広くなっていくってことは求められるものをもっとどん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 こうクオリティがこう高いものとかなんかそういう、だからちょっとめっちゃねえそうみんな嬉しいんだけど、みんながおめでとうって言ってくれるの、私今すごいねえ
人不安でいる産んだ実は。そう、ね、誰もが知ってるようなところだから、多分きっとファンの皆さんもみんなも私のファンの人がきっと、ね、安心っていうかな、そういうねコメントくれたりしてたから、ね、なんかどこかちょっとホッとするようなそんな気分になっちゃうのもすごいわかるんだけど、でもやっぱりねこの事務所に所属してる方たちっていうのもたくさんいるから、その中でもなんかね、私の中では勝負する世界がまたステージが変わったなっていう、そうなんか全然ね私は今全然ほっとしてないの、やばいなって、これからもっと大変になっちゃうんだっていう、そうドキドキが今ねすごいでございます。ねえ、私もう一つのそのなんで不安なのかっていうのは、多分きっとファンの人はあもう大丈夫だなってきっと思っちゃうんじゃないかなっていうのが、私は今すごく不安要素かも。わかる、すごくなんかね、そういう大きいところにだから多分こういう仕事とか選抜満退ってきっとみんな思うだろうから、全然そういうの関係ないから、これからもうそう移籍したからって言って何かが優遇されたりとか、もう絶対ここのポジションから落ちることはないとか絶対にないから、頑張り続けないと、磨き続けないと、そこはまた別問題だから、まあ私の頑張りどころというか、みんなにどう見せられるかってところだと思うんだけど、ね、だからあのツイッターでもね書いてたんだけど、変わらず応援してくれたら嬉しいなっていうのが今一番みんなに皆様に伝えたいところかな、私は。もちろん今後ね、そのいろんなこと、いろんなジャンル、バラエティ挑戦したいなとか、女優もやりたいぞっていうのももちろんあるんだけど、でも今は AKB のためにこう盛り上げるためにちょっとどうにかしたいなって、頑張りたいなっていうところが今一番大きいから、それをメインに、それを第一に、そして両立して並行していろんなお仕事もいろいろ幅を広げられたらなって今は思ってます。ちなみに今日のホリエネスでは、なんかまず最初にいろいろ最初先輩たち、他のアーティストさんとかがいろいろ曲を歌われてて、その途中で、あついに発表ですぜみたいな映像が会場のモニターで流れて、そこで私の新しい宣材写真、ホリプロの宣材写真と、まあ、この人だよみたいなのがドーンって出て、そこから小さな国チャンネルで言ってたマイクリスマスソングを歌いまして、それから後でAKB の先輩たちと一緒に歌を、 AKB の曲やるっていうブロックがあったから、そこでいろんな先輩たちと共演をすることができました。びっくりしました。あーいやもう自分の中でもすごい嬉しいって、その先輩たちと一緒にできたところでめちゃめちゃ嬉しいなって思ってた。さえさんと隣のバナナ、私隣のバナナ初めてだった。さえさんもね隣のバナナ初めてだったんだって。次に
いまいさんと大島まいさんとてもでもの涙をやって、大堀さんと大好き大堀さんとおしめしをやらせてもらって、でもそのおしめしね、今回はそのソーシャルディスタンスというか、まあ、このご時世なので、あの姉妹の関係性が分かるあの素敵な妖艶なんていうんだあのパフォーマンス振りができなくて、なんかそう謎にジェンガを2人でやるっていうお示しでそう、そう思うじゃん、トモミサイルからさその2人やんと思うじゃん。でもこれは なんか毎年恒例らしい、新しく入った人があのそうなんか本当面白かったあれ、あの時はあのブロックも唯一も本当に緊張しないで楽しくやってたなっていう、そう洗礼を受けましたね。まだ私お会い、まだお会いしたことない時、初めてあの鳥取のツアーで、全国ツアーでなぎちゃんとおしめしを2人でやった、私がお姉様役でやったのがあれが多分おしめし一番初めだったんだけど、どうかしらのさ、どうかしらってあるじゃない、セリフが、なんかああいうのさ、やっぱこの曲に合わせて言ってるのかなって、そういうニュアンスでいるのかなと思ったら、もう普段の話してる時のもうお話の仕方がああいう感じで、もう自分の中でわーってわーって思ってた、すごいなんだろう、すごい嬉しいっていうか、ずっとね自分の中でね舞い上がっていた。お示し用にあれをわざと言ってるわけじゃないんだっていうのが、そうナチュラルでああいう感じなんだと思って、すごいね、わーって感極まるそうなの、はぁー通過切れって、まあ、そんな感じで私はもう今回堀さんとジェンガでお示しをねやりました。味が濃かった安心感がすごかったね。動画見れないかな、どうだろう、今日生配信でやってたんだけど、それが後から見れるかアーカイブに残ってるのかっていうのはまだちょっとわからないんだけど、すごい楽しかった。あとはその後何やったんだっけ、その後は先輩たちと一緒に、あと AKB のモノマネをしているあの大島さんと前田さんとゆきりんさんのモノマネをしている3人と先輩と一緒にあれ大声ダイヤモンドをやって、クリスマスのところでもハルキャンさんとレンさんとサラさんっていうの綾瀬はるかさんのモノマネをしてる方がいるんだけど、その方と一緒に真夏のクリスマスローズを披露させてもらったり、すっごいね盛りだくさんだった。一曲出て一回引っ込んでまた歌って引っ込んでの繰り返しだったけど、そうそう今日のホリプロイベントで私もその発表があって1曲歌って終わるぐらいなのかなと思ってたら、めちゃめちゃ出るじゃん私と思ってだから最近はそのいろんなことをそういう準備でちょっとわたわたしてましたね最近は。
すいません、多分今私のファンの人しか見てないだろうけど、このショールームはすごい発表移籍直後だからって出しゃばりすぎなぐらい本当に出すぎてて、うわーって思ってたんだけど、たくさん出番を作ってくださってね、本当ありがたかったね。でしゃばってなんぼや、そう今回のそのこのイベントに関してそれを言うのはちょっとあれなんだけど、確かにもうこの世界はでしゃばってなんぼじゃないけどね、ちょっと前に出ていく姿勢が大事なのでね隣のバナナで黄色い帽子をかぶってたんだけどね、それはサエさんが貸してくれたの。バナナだから黄色のなんかねつけたいねって案を出してくれて、示しはなんで違うの、私もそれはよくわからないなんでジェンガだったんだろうね。本当に 歌いながらジェンガを積み立てていくって本当に大変なんだよねそう、ん、そう、サエさん、宮沢サエさんのことです。本当に先輩たちとか周りのね、他の AKB のじゃない他の方もすごい優しくて温かくいろいろ接してくれて、めっちゃあったかいなここの世界って思って感動してました。私みょんさん、え、いたいたいた、みょんさんいましたよ。ユニットとかでは一緒にはならなかったけど、皆さんは他の方と一緒に曲を歌ったりとか。だから先輩たちがいてくれるの本当に安心感すごく。ホリプロ温かいと思ったね、本当にそう温かい。ていうかね、クリス真夏のクリスマスローズとバナナね、昨日やったフリーでっていうかリハーサル翌日にやるんだよねこれと思って、すごいやばいなーと思って昨日やってた昨日だったんだよリハーサルやってたのが、初めて昨日合わせるみたいな感じだったの、すごいドタバタ。まあ私たちは過去にコンサートとかで経験、サビの振りだけやってたりとかそういう経験があるからいいけど、クリスマスローズはサラさんが一緒に AKB3 人とサラさんって感じだったんだけど、サラさんダンス経験がないのに昨日いきなりで昨日いきなり初めてやりますっていう状態だったのに本当にすごいなと思ってね。みんなで頑張りました。昨日のレッスンは今日のため、そうです、ザ今日のためです
からもいい報告待ってます。そうですね、まあ、でも今は、まあ、遺跡っていう感じでは感じては遺跡になったけど、今は AKB のまずコンサートに向けてだね。まずは頑張んないと。ねえ、今回やっぱり倍率というか入れるお客さんの数が限られてしまってるから、なかなか皆さん、そうなんだよ、なかなか聞けないの、当たったよっていう報告が、って大丈夫かなって、私のこと好きな人いるのかなってすごいすごい不安なんだけど、私も不安そうに見えるよ、めっちゃ不安。ともだけどね、私は。でも絶対的に、でもどう、配信とかしないのかな、絶対すると思うんだけどね、その人たちにもちゃんとね楽しんでもらえるようにコンサート今準備中です。今日の化粧誰し、いつも私よ。髪ももう朝やってっちゃって、ちょっと巻くのだけメイクさんにやってもらって、髪型は自分で今日やってった。衣装とか着るのかなと思ったんだけど、私たちはね自分で合いそうなお洋服を選んでいきましたよ。本当はその曲ごとに服を変えてね、その雰囲気を出せたらなって感じで、みんな嘘出してたりしてたんだけど、私はもう一曲一曲挟んで出てたから、変える時間がなくて、ずっと私は衣装変えずチェンジせずにずっとこのお洋服を着てた。そう、さっき堀江の S 直接見てくれてたんだ。本当にお疲れ様です。前から2列目で、ありがとうございました多分私のファンの方もね、見てる感じだと何人かね、来てくれてたもんね。本当にありがとうございました。いや、ほんとすごい、うちわ持ってる人いっぱいいるんだもんね。まあ、いろいろあったから確信てね、ついてたかもだけど本当に私じゃなかったらどうしてたの別のうちわ持ってたりしてたの、すごいなあ、びっくりした。ほんとにすごい、もうあれなんだね、出てほしいっていう願いを込められてるんだね。だからあっこにお任せ、出るんですか出るんですかってすごいね
コメントがそう来てるんだけど。まだそういう予定はございません。ありません、まだ今のところ。なるほど、皆さんの間ではそういうイメージなのですね、イコールね。なるほど。でも今本当私はその演技の経験がたくさんあるわけでもないし、多方面で全然経験不足ではあるので、皆さんにこう出ますよって言えるようになるのは結構時間がかかると思うから、もうそれが卒業した、もし分かんない、いつになるか分からない、卒業したって時にそのよし、じゃあ出れるようにっていうか経験を積むために、そこで卒業を決めた時に始めたのでは遅いなってすごいずっと前から思ってたから、今のうちに今からいろいろたくさんね経験、みんなが見えないところでっていうものもたくさんあると思うし、いろいろね経験を積んで行くところですね。今はいきなり席下からいきなりこれに出られますよとかないのでね。これから頑張ります。だからやっとそういう道に行くために活躍できるようになるためのあの初めの一歩みたいなものを今日から踏めるのかなっていう感じなんですかね。いい感じに言ってますけど。だからきっとね、そういうのは私が口にして今日はこういうの頑張ったんだっていうのをみんなに言わないと伝わらないと思うから、じゃあそういうのはみんなにちゃんと言うね、隠さないで。大変だよこれから。今日は喜んでそのまま寝ていいのかもしれないけど、喜んでちゃダメなんだよ、私の問題ですけれど。そうなの、嬉しいっていうのは今日で終わりにしても次に切り替えないとね。みんなにいい報告ができるように、 AKB ももっともっと盛り上がるように、ケーキは買った？それは自分で自分のことをお祝いするためにってこと？ケーキはそれとは関係なくて、昨日ケーキ食べたいなと思って昨日その後にケーキ買ったのは、別に今日おめでたいからとかそういうのじゃなくて、シンプルに食べたいかなと思って買ってはある。食べよ、ありがとう。お城とかタワーとかたくさんありがとう、本当に嬉しい、ありがとう。食べたら歯が気になくなるね。
そういうこと言われる年じゃないよ、もう。絶対磨くし。磨くじゃん、磨くよ。このヤスさんがさ、ヤスシャープリンリオシさんがてくれたなんだこれ、シカシカちゃん、シカちゃんかな。ヤスさんありがとう。岡崎さん、さっきさんもタワーを置いてくれてありがとう。ひがっち、ひがっちもありがとう。コリンさん、リンちゃん、カミオさん、ポリンさんありがとう。ボンちゃん、ボンちゃんもありがとう。おしろケルビンさん、ケルビンさんタワーだ、ありがとう。まあね、探してる。あ、キャサリンリンさん、ぬいぐるみだ、ありがとう。ロビーさん、ロビーさん後ろありがとう。お、はなちゃん、あ、珍しい、メッセージ付きじゃん。いろいろこれおめべりんってなんだ。これからも停止じゃん。ありがとう、ありがとうございます。してダギーインベルティーノさん、お城ありがとう。すごいたくさんある。さくちゃん、お城、お城ありがとう。せおちゃん、せおちゃん、せおちゃんお城ありがとう。してじゅんさん、おしろありがとう。いやほんと、あ、しかりトナカイ、トナカイ、トナカイか、ありがとうございます。あのさ、みんながこういうおめでとうっていうさってことやってるんだから、茨城に海あるのは違うよ絶対今。なんで今その質問。ありますよ、もう海ある県ですよ。左にある白いのなんぞ、棚左、これあれだよね、反転してるんだよね。こっち、こっち、これ棚、お皿が入ってる棚みたいな。決まった瞬間泣いてしまった。その今日の事務所の発表があった時、嬉しい。多分これで喜んでくれるの私のファンの人しかいないと思うから、本当に。両親ももちろん喜んでくれてたけどね。いやいや、ありがとう本当に。これを一緒に喜べるのは皆さんだけよ、本当ありがとう。じゃあこれからもよろしくね。よろしくお願いします。そんなわけで私はそうですね、もうあとは
コンサートとかいろんなイベント収録とか配信とか、あとレッスンをちょっとやったりとか、いろいろそういうやつや、あとは12月はそんなものをやっていく感じです。今日はありがとうございました。特にフリーネス配信で見てた人と会場来てくれてた予想をして内山でいろいろグッズを用意して応援に見守りに駆けつけてくれた皆さん本当にありがとう。嬉しかったありがとう。じゃあまたね切ります。本当にありがとう、祝福してくれて。じゃあね、ありがとう。バイバーイ。切ります。